今日はマジで真面目な話をするので、面白い編集は一切しない。 Hello! What's up? やぴまるです。はい、ということで、とりあえずこの動画を見てください。見ましたでしょうか、皆さん。2020年今年ブロスターチャンピオンシップが行われるんですけども、その情報が解禁されました。バリバリ。はい、ということですね。まあ、とりあえずこのね、話をする前にショップを開いて、一番右側のクリエイターサポートポチッとやってね、やっぱりクロリロリロリお願いします。まあ、早く聞きたい人いると思うね。はい、ちょっとお待ちください。ということで、さっき、出てた動画、まあ、流した動画を見ると、大体わかると思うんですよ。大体わかると思うんだけど、もうちょいね、まあ、簡単に、日本語、僕の日本語で、はい、英語より難しい僕の日本語でね、伝えていくので、画像付きでやっていきます。はい、ということで、画像を出します。3、2、1、ポン。出たかな？ポン。あ、出てるな。はい、出たと思うんですけども、まあ、とりあえず、見ましょう。一番左、こちら。1月の11日に、ゲーム内チャンピオンシップチャレンジっていうのが行われます。これはですね、なんか、ジュリマツさんの情報によると、24時間しかないっぽいのね。このゲーム内チャンピオンシップチャレンジ。で、その24時間の、多分24時間。これもちょっと曖昧だったらしいんですけど、この、モードが選べるとこに多分出てくるんですけど、なんだろうな。クラロワのグラチャレみたいなイメージかな。はい。5つのモードがあって、エメハンサッカー、賞金稼ぎ、強奪、制圧ってあるんですけど、それが、来るんですよ。で、それを各、3勝ずつしなきゃいけなくて、3勝で合計15勝かな？ 15 勝できたら、1月18日から19日のオンライン地域予選に進めるって感じなんですけども、特殊なのがですね、これ一つのモードでいっぱいとかじゃなくて、全部、15勝の中で、3敗したら、その時点で、終わり。負けですね。ジ・エンドス。敗退。もう次のオンライン地域予選に進めないってことになるんですよ。だから、ここで、とりあえず、勝ちましょう。皆さん。僕も勝ちます。はい。で、勝ったら、オンライン地域予選ってのあるんですけど、この地域なんですけど、僕たち日本人は、アジア太平洋かなと一緒かな。韓国だけ別らしいんですよ。人が多いから。だから日本と、中国とか、マレーシアとかね。アジア圏ですね。そこら辺と、ごっちゃになって、そこから地域予選ですね。が行われて、その中で、上位2チームかな。はい。上位2チームが、まあ、アジア枠みたいな感じになって、3月、7日から、8日のオフライン大会ですね。ポーランドだって、これポーランド行くんかな。まあ、オフラインなんで現地に行くらしいんですけど、まあ、旅費とか全部出るらしいですね。はい。で、オフラインの、ポーランドに行きます。で、ポーランドに行って、まあ、オフライン決勝だね。でそこで、世界の人たちと戦って、まあ、そこで、ポイントをもらえるらしいです。賞金もなんかもらえるらしいんですけど、微量だけど。微量かわかんないんだけど。わかんないんだけど、とりあえず、賞金ももらえるらしいですね。で、これが8回あるらしいです。1年通して8回あります。で、その8回やって、一番ね、なんつーの？ポイントですね。ポイントが、高い。アジアの中で、一番ポイントが高い上位2チームが、2020年のブロスタ世界一決定戦。もう賞金総額、1億円ですね。1億円以上。はい、もらえるということで、まあ、そこにね、出場できる権利を得るということでね、もう、今年やばいね。
マジで楽しみすぎて、もう今からドキドキしてるんですけど、はい。まあそういう情報ですね、今回は。これでちょっと分かってくれたかな、なんとなく。すごい具体的に、すごい具体的というかもう簡単に説明したんですけども、はい。大体これで大丈夫です。これだけ覚えてれば。なので、とりあえず1年通してブロスタが、上手い人しか世界一決定戦に、はい、出れないということで、皆さん頑張りましょう。で、とりあえず前半これ終了なんですけども、後半ですね。後半は、僕とファッション面と山田さんね、野良連合で、まぁ、ちょっと昨日マルチ行った、その動画を今日ちょっと流しとくんで、ぜひとも見ていってください。で、キングスクルラパッパッカッカッカッスキビキッパッパッアンドプップクルブン And his name is John C!Okay, so I'll see you later, huh? Nope. Everybody, every now I know, I'm out of demonstration for me so fine.
Everybody, 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 everybody.